皆さんこんにちは。今、JR 新宿駅の改札から西口広場へ向かっています。新宿駅西口では約50年ぶりとなる大規模な再開発工事が進行しています。ご覧のように小田急百貨店はすでに取り壊され、その跡地では高層ビルの建設が始まりました。その後も京王百貨店や京王新宿駅の建て替えなど2040年代まで工事は続いていくそうです。今回は2024年5月現在の新宿駅西口の状況をご覧いただきながら、今後の計画についてご説明したいと思います。こちらは西口と東口を結ぶ東西自由通路です。2020年に自由通路が完成するまで、この場所は JR の改札の内側でした。自由通路が整備されたことで、東西の移動がとても便利になりました。東西自由通路から西口のロータリーへ行くと、工事のために通行できる場所がかなり狭まっています。ロータリーだった場所には何か建物の土台が組まれていました。これは工事車両が通行するための仮設道路なのか、または歩道橋になるのか、ちょっと分かりませんでした。地下ロータリーと西口広場は吹き抜けになっていますので、ここが地上なのか地下なのかよくわからない構造になっています。歩道と車道を分離するために立体的な設計をしたらしいのですが、その結果目的地まで遠回りしなければならないというデメリットも抱えていました。西口といえばおなじみの新宿駅西口交番。スマホがない時代、この交番前は待ち合わせの定番でした。最近では外国人観光客も道を訪ねてくるので、おまわりさんも大変だと思います。西口広場の地上にあるバス乗り場です。老朽化で屋根や柱が錆びていましたので、すべて建て替えられるでしょう。ところで象徴的なこの建造物は、地下を走る自動車の排気ガスを逃がすための換気塔なのですが、これはレガシーとして保存されるらしいです。工事のため駅前の横断歩道と歩道橋が撤去されましたので、バス停へ行くには階段を上り下りしなくてはなりません。このバス停は高齢の利用者が多いので、皆さん大変だと思います。ここで新宿駅西口再開発計画の概要をご説明しておきます。開発エリアは A 地区と B 地区に分かれています。小田急百貨店があった A 地区には都庁ビルの高さを超える48階建ての高層ビルが建設されます。ニロードと京王百貨店の間のモザイク通りは B 地区と呼ばれ、小田急新宿駅の建て替えと交通広場、そして商業施設が整備される予定です。また、その後、京王百貨店、
ルミネ、そして京王新宿駅も再開発で生まれ変わる予定になっています。右手が小田急百貨店本館の跡地です。小田急百貨店の開業は昭和41年といいますから半世紀にわたって営業を続けていましたが、2022年に惜しまれながら閉館。すでに解体作業は完了し、2029年の竣工を目指し高層ビルの建設が進んでいます。ところで A 地区の事業は小田急電鉄と東京メトロ、そしてなんと東急不動産も参画しています。小田急の建て替えを東急が行っているんです。ちょっと驚きです。こちらは小田急ハルクです。実は昭和37年の開業時、こちらのハルクが小田急百貨店の本館で解体された。本館は新館という名称でした。ハルクは当面建て替えの予定はないようです。本館もハルクも一度に消滅したら小田急の売り上げがなくなってしまいますから。工事が行われているのは小田急百貨店側だけではありません。西口広場の都庁側でもビルの解体工事が行われていました。正面にはかつて明治安田生命ビルが建っていました。跡地には2025年竣工を目指してオフィスビルが建設されます。渋谷や品川など最近の再開発はオフィスビルの建設が中心になっています。オフィスが集まれば昼間の人口が増え街が活性化するからです。それに税収も増えますし、新宿西口のランドマークの一つ、ヨドバシカメラ。ヨドバシカメラは新宿が発祥の地です。ヨドバシカメラの建物もかなり老朽化していますね。それと店舗が分散しすぎています。将来的にはビルを建て替え各店舗を一体化させる計画のようです。こちらはヨドバシカメラの裏手に広がっている繁華街です。この一角には築30年から50年経つ老朽化した雑居ビルが立ち並んでいます。この一角も再開発が必要だと思うのですが、地権者が多くて手が出せないのかもしれません。続いて B 地区の現在の様子をお伝えします。西口から南口への移動に便利だったモザイク通りはすでに通行止めになっていました。この下に小田急線のホームがあります。モザイク通りがあった場所には8階建ての商業施設と交通広場が整備されます。二ロードはまだ営業を続けていますが、2025年に解体され新しいビルに生まれ変わります。
モザイク通りの工事と合わせて地下にある小田急新宿駅も建て替えの準備が進められています。工事のためご覧のように改札口へ向かう動線はとても狭くなりました。駅の位置は変わらないのですが、ホームが吹き抜けになるらしいです。続いて京王百貨店も消滅してしまう新宿駅西南地区の開発予定地をご紹介します。昭和39年東京オリンピックの年に開業した京王百貨店、オープンは小田急百貨店よりも早かったんですね。京王百貨店といえば駅弁大会と京王友の会が有名ですね。僕も子供の頃、母親に友の会の催しによく連れてこられました。今も7階の催し物会場や地下の食品売り場には朝からたくさんのお客さんが並んでいます。京王ってすごいんですね。中高年から絶大な人気の京王百貨店も数年後には取り壊され、2040年代に新しいビルが建つそうです。京王百貨店の真下にある京王新宿駅もかなり大掛かりな工事が行われるようです。計画によればホームを丸の内線の方面へ移動させ、 JR との乗り換えの利便性を図るそうです。確かに JR の改札口と京王の改札口は微妙に距離が離れていますが、ホームを移動させるとなると大工事ですよね。だから完成まで時間がかかるのだと思います。京王新宿駅に沿うように伸びている小田急エースと京王モール、店舗のほとんどがチェーン飲食店なのですが、僕はこのゆるい感じの小田急エースが好きでした。理由は200メートルほどの通路に和食、中華、洋食など何でも揃っていて手軽に食事ができるからです。この地下街も数年後にはなくなってしまうと思います。京王百貨店、そして京王新宿駅を含めた新宿駅西南地区の再開発工事はすでに一部進んでいます。甲州街道を隔てた場所には一足早く2028年に商業施設、オフィスビル、そしてホテルが完成する予定です。2018年に東京都と新宿区から発表された新宿グランドターミナル構想、それは駅、駅前広場、そして駅ビルを一体的に再編し、新宿全体を活性化させる次世代のターミナルの実現でした。
新宿は江戸時代は宿場町として、そして明治期には鉄道や市電が開設され、日本有数のターミナルとして発展してきました。だから新宿はいつの時代も日本一、いや世界一のターミナルでなければならないのです。事実、新宿駅の乗降客数は世界一なんです。新宿駅西口の開発が前回行われたのは、ヨドバシ浄水場跡が整備された今から約50年前。今回の工事はむしろ遅いぐらいだと思います。僕が子どもの頃、新宿は大都会でした。晴れの日には両親と新宿のレストランへ。学生時代はディスコ通いもしました。再開発が完了する2040年代、新宿がどのような街になっているのか楽しみです。今西口は視界が開けていて眺めがとても良いですので、新しいビルが完成する前に一度行かれてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。